こんにちは、宮城県塩釜市の丸文食品の佐藤と申します。うちは、揚げかまぼこを専門に作っているメーカーです。で、ここに第二工場という看板があるんですが、実は震災で、この工場は今建物は残ってますけど、中がもう段差がひどくて使えない状態になっています。でも、幸いに本社工場の方が操業できる状態で残りまして、震災後約1ヶ月で、少しずつですが商品を供給し始めました。で、たくさんのこういうおはがき、お手紙、メール、激励、それから復活してよかったねっていうお話をたくさんいただきまして、本当全国にこんなに応援をしていただいている方がいるということで、本当僕ら感動しています。もっともっといい商品を作らないといけないなっていうふうに思っています。で、実は、とはいえまだまだ 100% 震災前のだいたい 60% ぐらいまでしか今戻っていません。でなんとか、たくさん作ってたくさん食べていただいて、そのことで僕たちも元気になりたいなと思っております。直接お店で買っていただけない方もたくさんいらっしゃると思いますので、ホームページの方でこのようにいろんな商品をセットにしたものを販売しております。作りたてを工場から供給しますので、ぜひ一度お試しいただければと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。